えー、おはようございます。即開の久保です。11月16日、今日もお金の勉強やっていきましょう。昨日はいかがでしたかね介護業界のお金の勉強ということで、いろいろとお話しさせてもらいました。まずはね、自分が介護業界にいて、企業安いなぁと思った時に、別の業界を持ってくるわけですよ。確か介護の業界は、下が160万円、上が720万円のこの間で、 年収っていうのがやり取りされていたと思います。要するに、介護の業界にいても、年収で720万っていうのは可能だっていうことがすでにデータで出ているんですよね。そして、介護の業界の給料が、平均給料が安いっていうのにはちょっとトリックがあって、訪問介護で週に1日とかね、週に2日とか、こういった数字も含まれているんで、平均年収が下がっているわけであって、本当に平均年収が今多くの方が考えられているように、 低いんだろうかってところにはね、もう一歩疑問を挟まなくてはいけないのかなと思います。で、比較するのに昨日は IT 業界の例を取りましたけども、IT の世界っていうのは確かに低年収っていうのはないんですよね。だいたい年収が350万からスタートです。でもアッパー上の方は限られていて600万だってことが昨日あの皆さんにお伝えした通りでございます。つまり350万から600万の間で平均年収が450万ぐらいに落ち着いてるってことなんですよ。 で、介護の業界は720万、下は160万。この差がありますんで、その気になれば IT 業界よりも高い給料を狙っていけるってことなんです。その中のヒントとして、介護福祉士、社会福祉士、ケアマネージャーさんという3つの職種が介護にはありますけども、実はあまり知られてないんですけども、社会福祉士さんの給料が一番高いってことが、昨日は皆さんにお伝えした通りになっております。多くの方は、 介護福祉士になってケアマネージャーを目指すという、この道路しか見えてないんで、じゃあ社会福祉士はどうなのってことはあんまり目を向けてないんですけども、実は平均年収で言うと、社会福祉士さんの方が、なり手が少なくってニーズが高いんで、給料が高いというね、そういうふうな図式になっています。まあしかし、いずれにしましても、介護の業界に入るんでしたら、社会保険あ、社会福祉士さんと介護福祉士とケアマネージャーの3つの資格を取ることになってですね、その時に求められている 自分のステージで働くっていうやり方が一番賢いのかなと思います。ですのでね、介護福祉士だけに限らず、他の資格もしっかり取って、まあ、介護の業界ではもう360度隙がないよっていう状態にしとけば、720万でも、まあ、もしかしたら800万、1000万でも狙えるんじゃないかなと思います。そもそも給料が安いのはどこに原因があるのか、業界が悪いのか、それとも行政が悪いのか、自分の努力不足もしくは情報不足なのかってことを見極めて、そこに えー、自分の、ねえー、活路を見出していくっていう方法があるということでございました。じゃあ今日はですね、えー、多くの方に使える、実際に私がやっていた、そして今でもやっている、元でなしでお金を稼ぐ方法を3つお話ししたいと思いますんで、よろしくお願いします。 えっと、清美さんおはようございます。今日は起きていたよかったです。はい。今日は具体的にね、お金を稼ぐ方法を3つ紹介しますね。これは私が実践した方法でもありますし、皆さんが使える方法でもあります。えー、それから、あだいぶ、ボン、ブーマー45さん。すごい時間のライブでしょう。毎朝この時間にやっております。早起きの皆さんにお届けします。隠居 TV の久保哲郎が、隠居暮らしの中から、 ネットビジネスで3年間で1億円以上稼ぐ方法をお届けしております。かなみさんもおはようございます。それでは今日の本題行ってみましょう。元手なしでお金を稼ぐ方法3選3つです。きっちり稼げます。まず1つ目は、私が22歳の時にやっていた方法でございます。おたまたまケアマネ持っています。研修受けず執行していますかあ、そう、執行しちゃうんですよね。あ、でもケアマネさんになったんですね。 ケアマネさんならご存知かもしれませんけども、実は今ね、介護福祉士とケアマネージャーさんと社会福祉士さんのそれぞれの平均年収、なんと社会福祉士が一番高いんですよ。そのデータをね、昨日出してきたんで、もう一回今日お、せっかくなんで読んでみましょうか。えっ、ー、と、お金の勉強、お金の勉強。えっ、ー、と、どれだったかな 人生を変えられるかっていうタイトルで昨日お届けしましたね。じゃあちょっとね、読まさせてもらいますね、こちらの方。ちょっとすいません、待ち時間がありますけども、ちょっと昨日を振り返ってみましょう。介護福祉士さんの平均年収は353万。社会福祉士さんの平均年収は509万。ケアマネージャーさんの平均年収は421万。大抵は介護福祉士からケアマネージャーさんを目指すんですけども、社会福祉士にピンポイントで、 労働現場を求めると、年収的には一番楽になるというデータがあります。ということを昨日お届けしました。はい。でもね、研修受けないと失効しちゃうんですよね。はい。じゃあ、本題に戻りまして、えー、まず一つ目。私が22歳の時、大学生の頃に使っていた方法です。当時、私のお就職内定していたハローズというね、株式会社ハローズというスーパーがあるんですけども、そちらではですね、あのー、 入社前研修、ハワイ研修というのが10日間の日程で行われておりました。私も大学4年生の12月だったと思いますけども、そのハローズの内定が6月か7月ぐらいに取れてましたんでね、えー、社員研修を受けながら、入社前研修を受けながら、そのハワイ研修にも参加することになりました。ハワイ研修の費用は会社持ちだったんですけども、まあお小遣いは当然ね、自分のお金を持っていくしかありませんでした。でも大学生なんで、 アルバイトのお金から年数に限界があって、私はね、3万円ぐらいしか持っていけなかったんですよ。当時、ドル円のレートは105円でしたんで、だいたい300ドルぐらいですかね。3万円を持っていきました。でも、そんな3万円なんて金額は、はっきり言って、1日半で全部使っちゃいました。ハワイに行くとね、面白いことがいっぱいあるし、珍しい食べ物がいっぱいあるし、とにかく楽しかったんですよ。でも、お金を使い切った後、あとね、1週間以上の日程がある中で、お金はない。やりたいことはたくさんある。食べたいものもあいっぱいある。 で一応、会社の研修だったんで、食べ物はビュッフェがホテルに用意されていて、えー、一応ね、困らないことにはなっていたんですけども、現地のレジャーは自前でやってくださいって話だったんですよ。で、私、お金ありません。で、一緒に入社前研修に行ったあ30名ぐらいのね、えー、学生さん、他のね内定した学生さんも、当然お金あんまり持ってません。だから、誰かに借りるってこともできませんし、そもそも借りるような間柄じゃないですよね。えー、ですんでね、やっぱりね、 困りましたよね。クレジットカードも当時持ってませんし、なんせ ATM がそこら辺にあるわけでもないんですよ。まあ、行き詰まりました。私はどうやってお金を作ろうかなと考えたときに、その辺のゴミを売って稼ごうかなとかね、思っちゃったんですよ。でもまあ、さすがにゴミはゴミなんで、なんかないかと思って頭を絞った結果、お落ちてる石を売ろうと思ったわけですよ。落ちてる石を。ね。ハワイの道端に落ちてる石ですよ。海岸に落ちてる石ですよ。で、 ホテルに行ってパンフレットを見るとね、ハワイっていう島は主に8つの島からできているっていうふうなことが英語で書いたとのをとか解読したんですよ。で、私は考えました。よし、じゃあこの石を8つ、いろんな特徴の石を集めてきて、袋に詰めて、ラッキーストーン、ハワイの主な8つの島から集めてきたラッキーストーンということで、これを5ドル、500円で売ってみたらどうかなと思ったんですよ。あともう一つ工夫がいるのは、 現地の人になりすまして、誰に売るかなんですよ。で当然私、英語はほとんどできませんので、現地の人になりすますことぐらいはできるんですけども、英語が喋れませんよね。ということなんで私はね、日本人旅行客だけに絞って、片言の日本語で、片言の日本語が喋れますんでね、商売を仕掛けることにしたんですよ。具体的に言うと、日本人の観光客を見つけたら、ハロー、こんにちは、こんにちは、私、日本、詳しい、詳しいとか言ってね。 片言の日本語を話して昔大阪東京いた、ね、長崎行ったことあるみたいな感じでいろいろと話してたんですよそうするとね外国人と話したい日本人六合格は私にすごく仲良くしてくれてそれでまあちょっとしたね、えー、雑談ができるようになってきたんですよもともと片言の日本語ででその中で必ずその観光客の方が私に聞いてくるんですよあなたは何をやってるんですかって聞いてくるんであそうそう私ね ラッキーストーンを売ってるんですよ。こう、ハワイのね、八つの島から集めてきた、このラッキーストーンに、念力をかけて、ほんと幸せになれる石なんで、これをね、お土産に持って帰ったらどう荷物にならないし、これをお土産にするのもいいし、帰ったらテレビの上にポンと置いてね、そしたらすごくテレビの映りが良くなるよ、みたいな、ちょっとギャグもいるんだからね。500円です。5ドルです。5ドルです。っていう風にお勧めしたんですよ。まあそうすると、観光地で5ドル、500円っていうと、まあただみたいなもんなんで、 皆さんポンポン買ってくれたんですよ。で、1時間でだいたいその袋が20個ぐらい売れて、で、1万円ぐらいになるわけですよね。それを2時間やって、だいたい2万円から3万円を稼いで、その日のお小遣いにしたって感じですよね。で、残る研修の日程が1週間ぐらいあったんですけども、毎日それをね、朝9時から11時ぐらいまで自由時間を使って稼いで、で、午後はそのお金でもってですね、いろいろ遊んだり、 それから入社前研修に参加した人にお金を貸してあげたりとかね、恩を売ったりとかして、で楽しく楽しく残りの期間も過ごしたっていうのが私の22歳の,あの入社前研修の思い出ですね。旅行中なんで、本当元でも何にもないですよ。現地の人と関わりを持てるわけでもないですし、その場でひらめいたアイデアだったんですけども、なんとかそうやって、えー、1時間で1万円、2時間で2万円から3万円ぐらいを稼ぎながら、 その10日間の日程を楽しく乗り切ったということです。そしてその時にね、お金を貸した、あのー、同期入社予定の、まあ同僚になる皆さんですよね。その方には恩を売ったということで、入社前には相当恩返ししてもらいましたんで、私の出世にもね、かなり協力してくれたという、そういうふうな布石にもなっています。まさに石を売って布石を売るみたいな感じでございましてね、オチがついたようで以上にさせていただきます。 1>, 1個目がこれですね。旅行中でもちゃんと稼ぎますよってことでございます。えっ、ー、と、あかなみさんもおはようございます。はい。えー、健康ライフさん、おはようございます。あ百武さん。どうも、こんにちは。突然ですけども、パソコンのトラブルによって、ライブ放送が中断してしまいました。えー、先ほどね、お金を稼ぐ方法、旅行中に、 時給で1万円ぐらいを稼いだという方法をお届けしましたけどもその続きになりますパソコンが復旧し次第そちらの方にまたね帰って皆さんからのコメントも読まさせていただこうかと思いますけどもえとりあえずこちらの方でね急遽お届けさせてもらいますスマートフォンからの放送ですでお金を稼ぐ方法の2つ目なんですけどもこれはですね元でゼロで不動産屋をするという仕事でございます元でゼロで不動産屋をする 何とも基礎展開だと思うんですけどもこれはね全然可能なんですよ、えー、私これ数年前のことなんですけども太陽光発電の事業をしたことがありましてその時のエピソードですでエピソード自体はこのノウハウ自体はその前から使っていたんでその辺もね合わせてお知らせしたいと思いますけどもちょっとパソコンが復旧しそうですね困ったもんですねこれパソコンが急にねブレイクアウトしてしまうとね 本当に困ったもんですライブ放送復活するかな大丈夫かはいライブ放送が再開しそうですねじゃあこちらの方そのまま続けさせてもらいますよ両方でいきます あ、でもなんかうまくいかないですねくる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 回ってますね うんこっちを閉じましょう。